どうも、ガルゼンです。結論から申し上げますと、当チャンネルのステータスが回復し、パートナープログラムへの参加が承認されました。皆様の応援の声があってのものと思っています。本当にありがとうございました。この3ヶ月の間も多くの切り抜きチャンネルの収益化が停止していたようですが、やりようによっては認められることもあるということが示せたかと思います。当チャンネルには翻訳が含まれるため、普通の切り抜きチャンネルも同じようにというわけにはいかないでしょうが、YouTube 曰く、重要なのは元の動画から大幅に変更を加え、教育的価値、もしくは娯楽的価値、という独自性を持たせることとのことです。以前もお伝えしましたが、収益化が停止されたチャンネルの中にはとても編集の凝ったオリジナリティのあるチャンネルもあります。お忙しいとは思いますが、YouTube の担当者の方、どうか今一度そのようなチャンネルに人の目による審査をしてあげていただけませんでしょうか。以前のような頻度は難しいかもしれませんが、当チャンネルはこれからも継続して英語学習に役立つ切り抜きや海外の文化を知れる動画を制作していきたいと思っています。改めまして、皆さんありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。